テレビをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。埼玉わらびから世界へ向けて、はい、YKJ がお届けする音楽番組、はい、ボイスのお時間です。よろしくお願いします。本日は第23回です。お届けしますのは、私 YKJ のドラムコーラス周吾と、ギターボーカルの安治です。よろしくお願いします。お願いします。安治さん、はい、お願いします。よろしくお願いします。23回目始まりましたけれども、はい、季節はですね、はい、もう夏間近です。6月ですよ。そうですね、もうなんか地球がおかしくなってる感じしますね。ちょっとそう、もうそこは暑いじゃないですか。5月の終盤とかね、夏日、真夏日ありましたね。30度とかあったけども、そうね、まあ、これからはね、アメバンド YKJ が、活躍する、梅雨の時期がやってくるわけですけど、僕たちね、アメバンドって言われてますけれども、最近はいろいろどうでしたか？まあ、まさにこちらにもあるんですけれども、はい、まあ、2月にリリースしたね、僕たちのセカンドワールドというアルバムのツアー、はい、3、4、5月と、そうですね、怒涛のライブをね終えまして、いろいろ、あとは6月ファイナル、前半ファイナルを残すのみというところ。そうですね、疲弊してる感じにします。疲弊してます。大丈夫ですか？疲れてるの？いや、疲れてますね。疲れてますけね。もうなんかね、いろいろね、はい、ありましたけども、どうでした5月？僕は ね、 仕事はね、なんかこういろいろ災難の降りかかった1ヶ月で、なんかすごかったですよね。一番はですね、ちょっとバイクで転んで、そうでした、ね、体中傷だらけになってですね、皆さんにご心配おかけしましたことを、ね、この場をお借りしまして、謝罪させていただきたいと思います。以後気をつけさせていただきます、ね、はい、気をつけましょう。自転車で転ぶのとはちょっとわけが違いますよね。ちょっとわけが違うんでね、気をつけて皆さん、雨も多くなりますので、ドライバーの皆さん安全運転で、お願いいたしますということで、はい、まあ、今月残念ながらですね、はい、今回のボイスはゲストがいないんですけれども、そうなんですよ、その分ですね、はい、僕たちの、ライブ映像をたくさんお届け、そうですね、させていただきましょうということでですね、はい、少し遡って、はい、4月の18日に、はい、西川口ハーツで、行った YKJ ワールドツアー2015君に届けのライブ映像を30分お届けします。素晴らしい。これ30分たくさん、大丈夫？いろいろお疲れですか？大丈夫ですか？たくさんってことは、普段よりも多く僕らのライブ映像がご覧いただける。まあ、最近はゲストのライブが2曲、そうです、僕たちのライブが1曲ってことが多かったんですけれども、うん、まあ、今回はそのちょっと遡ってね、4月の、僕らのライブで演奏した、そうですね、曲をたくさんお届けしようということで、そうですね、先月の放送で、はい、会いたい人の方が放送させていただいたので、はい、今月はそれ以外の曲をお聴きいただこうと、うん、なるほど、よりライブの雰囲気をね、はい、楽しんでいただけると思いますんで、はい、では行ってみましょう。それでは、はい、ボイス第23回スタートです。スタートでーす。
ことで何度も僕らぶつかって、不安な夜は抱き合って眠ったね。何度も話した二人の未来の形は、消えない記憶今だって Only You。 会いたくてどうしようもないほどに燃えている追いかける夢、いいよ。
える人守りたい、と言える人、こんな言葉が言える人、君が笑う、それだけでいい。たまには喧嘩もするけれど、笑いに涙にあるけれど、不思議な魔法かけておくれ。君よ君よ、いざ敵にとロマンチックに、何もかもロマンチックに、見上げた空に流れ星、手をつないで帰ろう。デビューしどうもありがとう。それじゃあロマンチックな歌声を一緒に歌えたらなと思います。僕たちも頑張ってロマンチックな歌声を出すから、みんなも一緒にロマンチックな歌声を Please Please。 ラララララララ、ワールドツアーのジャパン編なので日本人の皆さんお願いします。ララララララ、 Hey Japan! Hey Japan! あとはロマンチックな歌声がいいです。いきましょう、一緒に1 2一緒に1 2 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 1 2
YKJ です。遅い時間までありがとうございます。ありがとうございます。日本の皆さんどうもありがとう。こんばんは、 YKJ と申します。よろしくお願いします。ありがとう。 We are YKJ、Hello、 どうもありがとうございます。 Thank you、普通の人です。よろしくお願いします。改めて言わせてください。2月25日 YKJ ニューアルバムセカンドワールド発売になりました。ありがとう。 Thank you。 その中からカウント10って曲を次に歌ってみたいと思います。4月から新生活がこう皆さん始まってると思うんですけれども、新しいところに踏み出してやらなきゃいけない人だったり、ちょっと新しい人ところに踏み出そうかなって迷ってる人だったり、なんもないっていう人だったり、いろいろいらっしゃるかと思うんですけれども、
そんな皆さんに1から10まで数をメロディーに乗せて数えてみようのコーナーが次のカウント10という曲であります。まず1から10まで数えることによってちょっとあ自分 やんなきゃやばいやんなきゃみたいな気持ちになることを狙ってます。そして英語で数えることによって頭が良くなるという、ところも抑えたい。 It's cool. Yes. ちょっと一緒に数えてみませんか。初よろしく、やってみます。僕が欲しいものどこにあるのかな。街は何も教えちゃくれないよと、うつむくのはやめて。溢れるヒントを拾い集めてこう、賞味期限に要注意。勇気を飛んだ胸に4、5、6で加速するイメージをいつもマッチ続けて7、8、9でゴールまではきっとあと少し願いを届け数え上げてかふっとってこの願いよ。それでは皆さん一緒に We are dreamers繋がってるってなんか寂しくて、いつだってにらめっこして泣いたり笑ったり、子供の頃に素直に描いてた物語の続きに終わりを無理やり作り上げないで、賞味期限はまだ遠い。さあ I'm ready で一度三で飛び出す勇気を飛んだ胸に、四五六で加速するイメージをいつも持ち続けて、七八九でゴールまではきっとあと少し叶えてやる。数え上げて数っていつまでも You are dreamer 勇気をこの胸に、四五六で加速するイメージをいつも持ち続けて、七八九でゴールまではきっとあと少し願いを届け、数え上げて数えてこの願いよ。いつまで You are dreamer
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Yeah, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Yeah, yeah. 席どうもありがとう。ピースまでありがとう。このツアーのタイトルにもなってます。そしてアルバムの1曲目にも入ってます。君に届けという曲です。聴いてください。
ありがとう。 Say you。 君に届けって曲でした。どうもありがとう。はい、ということで、はい、ライブ映像をご覧いただきましたけれども、はい、とってもとっても熱いライブになってましたね。なってましたね。いや素晴らしい。ぜひね、見に来ていただきたいですね。ライブハウスっていうところがね、ちょっと怖い方もね、いるんじゃないかと思うんですけど、まあ、切々と毎回語ってますけれども、ハーツは今日は違うんですけど ね、 そうですね、ハーツはとっても綺麗なライブハウスで、いわゆるこうなんか地下の暗いような、まあそういうイメージもあんまりないので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、エンディングのお時間ですけれども、はい、早いですね、はい、ということでその素敵なライブが、いつあるんですか。続々と決まってますね。ちょっと安井さん、はい、お願いします。はい、見ないで。ですねまずですね、7月の7日、はい、七夕の日に、はい、なんと YKJ渋谷クラブクワトロでのライブが決まりました。わいや、まさにこれをね、レコ発ライブで行った会場でまたライブができるということで、はい、また YKJ にね、たくさんのチャンスがまたそうなんですよ。やってくる。そうなんですよ、はい、前回というか以前もこのボイスの中でね、そういうなんかその日のライブの大切さみたいなのをちょっと特集した日もありましたよね。そうです、まあ、それにまたそれと同様の素晴らしい僕たちにとってチャンスの溢れている日になりますので、ぜひね、見に来ていただきたいなと思います。はい、7月7日七夕なんで、僕たちが皆さんの彦星になるようなね、そういう日にしていきたいと思ってますので、7月7日渋谷クラブクワトロ YKJ ライブ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、はい、まだまだ僕たちのこの YKJ のセカンドアルバム、セカンドワールドのツアーは続いていきます。マジですか。このアルバムとともに倒れてもいい、はい、いいと、そういう気持ちでいろんなところで歌っていきたいと思うんですけれども、はい、後半ツアーの初日が7月の12日、はい、西川口ハーツで行われます、はい、この日は僕たちの、尊敬崇拝している出来合いしている崇拝ね、染谷俊さんという素晴らしいシンガーソングライターの方とのツーマンライブとなってますので、はい、時間もたっぷり5時間ぐらい5時間そんないかないです、そんないかないんですけれども、はい、1時間のステージは、まあ、やると思いますので、お、ね、長いライブやりますよ。たくさんいろんな曲やっていきたいと思いますので、はい、ぜひ7月7日の渋谷クラブクワトロと7月12日西川口ハーツの後半ツアー初日、うん、ツーマンライブぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、ここでお別れですけれども、はい、大丈夫ですか。言い残したことないですか。大丈夫です。では皆さん、また次回のボイスでお会いしましょう、はい、YKJ でした。さよなら。